その新しい生活様式っていう言葉がすごくあって、私はできれば新しいではなく一時的であってほしいと思うけど、それはまだ誰にもわからないので、やっぱり命より大事なものっていうのはないので、どうしたら安全になんか自分たちの絶対的に必要なものを守っていけるか、2つが両立できるのであればやれることをやる。もうちょっとこっちにピアノを今理想としてはここの人まで手が見える。はい、はい、次、次、次戻します。はい、やっぱり戻します。すいません、さっきのところまで。いいディスタンス結構ちゃんとディスタンス感じますね、もうちょっと行っても怖くない？あ、前にですか、どう？ちょっとだけ前に出したいですね。こっちは全然怖い感じしないです。あ、メジャーください、持ってきます。はい、で誘おうかな、しますその方が手が見える人が増えるから、センター試験っぽい。よーい、始め。一番向こうで取り残された感がある。よく見える感じ。じゃあこれで決まります。ふう、ようやく主役の立ち位置が決まったようです。喋ってもいいですよね、ひろみさん。そうです、今日から16日間32公演、他の楽器もプレイヤーもなく、このピアノたった1台だけで渡り歩くんですから、それは入念になるわけです。会場入りしてから一度も楽屋に行くことなく、この後も音響、照明、一つ一つを丁寧にスタッフと確認していくひろみさん。それから今回のプロジェクトではストリーミング配信も行われるので、カメラの位置も入念にチェックしています。久しぶりのライブということで、ひろみさん、どんな思いでいらっしゃるんでしょうか。3日前ぐらいからすごいこうなんか遠足の前の日みたいな、なんかすごい高揚感と楽しみがずっとあって、始まるんだなって言って、自分でこうなんかイメージトレーニングして、でステージに上がったらすごいこう自分が感極まって泣くんじゃないかぐらいの想像をしてきたのに、
意外とついたらすっごいパッとスイッチ入って日常になっただからすごく平常心が今はあるなというのは感じました。お客さんが楽しみにしてくださってるっていう、こう熱っていうのも感じてるから、そこに対しての責任を全うしなきゃいけないっていう多分スイッチが会場に入った瞬間にフッて入って感極まってる場合じゃないなっていう感じになったのかなと思った。初日に一番気をつけてることを、逆に毎日初日と思って臨むことですかね。今日が特別なのはもちろんだけども、明日も特別、毎日は誰かにとって初日であり最終日であるっていうことは常に意識しているので、やっぱり来てよかったって思ってもらえたら嬉しいなと思うし、それがきっと音楽を仕事にしている人たち、そのステージに立つ人間だけではなくて、音響さんも照明さんも調律師さんもクラブの人たちもみんな一番嬉しいことは、絶対お客さんが来てよかったって思ってくれることなので、それを毎日初心に戻ってやるっていう感じ。平常心を保って毎回を初日のつもりでステージに立つ、そう言い切ったひろみさん。その16日間32公演の本当の初日の最初のステージがついに始まりました。久しぶりに直接皆さんにお会いできることができて、心から感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。皆さんマスクがお似合いですすごい景色、なかなか本当に、そんな中ね、こうやって本当に来ていただけたこと、私だけでなくスタッフもみんな、
全然平常心じゃなかった歓喜を待って出しちゃいましたけど、もう言ってることと全然違う。いや、うん、すごい、ね、いやー、やっぱなんか何だろう、こう自分の都合でこうライブの期間が空いたりすることはあったけど、やっぱり奪われたことっていうのがなかったんだなっていうのを、みんな仕事を奪われたのかと思って、で何かまたこういうふうに一緒に働けることを考えたら関係終わっちゃって、全然本番前に平常心で言ってたのにそう、自分のためだけでは得られない気持ちだと思う。お疲れ様でした。ありがとうございます。すぐに演奏に入ったのがすごいな。いや、もう演奏に入るしかない。ないもんね。うわ、そこでつなげる MC のスキルは持っていない。自分にとってそのジャズクラブっていうのはすごく大切な存在で、ブルーノートニューヨークも一番最初は2003年のサンデーブランチっていうそのお昼の会、新人紹介みたいな会に出してもらって、でその次今度ダブルビルって言って、その同じ番に2組のアーティストが出るっていうのに出してもらって、それでそのうちに1人で単独でやるようになってっていう、ずっとブルーノートニューヨークとも2003年ぐらいからずっと歴史があって、ブルーノート東京とも本当にもう長い間ずっと一緒にやってきて、いろんなプロジェクトでここに来たし、
でここにいるその音響さんや照明さんや全てオーガナイズしている側の人たちも含めて一緒に働きたい仲間だし、こういう状況になって自分がライブできていないっていうこともすごく苛立ちがあったり、いろんな公演がどんどんキャンセルになっていくのはすごく辛かったけれども、その仲間の仕事がなくなっていくのを見ているのもとても辛かったし、いつもやっぱりどうしているっていうことを話すことが多かったので、でずっとだから何かやろう、何かやろう、何ができるだろうっていうのは、本当にこの状況になって全てキャンセルになっていった初めの頃からずっと話していて、でやっと実現した。やっぱり今のこの状況の誰にもどうにもできない大きな力にこうみんなが押しつぶされそうになって、まあ、実際押しつぶされてしまった人とかそのクラブとかもあるわけだけど、そうなってしまうとやっぱり自分一人が動いてもどうにもならないなという気持ちになってしまう、どうしても。でもそもそももともとライブ業界自体自分一人の力で動かしてきたわけではないし、一人一人が何かしらこうやってそれが集まって作られてきたものだから、自分にできることをやろうと思ってブルーノート東京さんと、まあ、ずっと長くお付き合いしさせてもらってる中で一緒に何かできないかなと思ってすごく考えた。そのまず第一に安全性とか、そしてどういうふうにライブをするのがこう一番最大限に小さな力かもしれないけど自分の最大限に自分を生かせるだろうかということを考えた。もう全てのアイテムをすごく細かくみんなでどうしたら一番お客さんに喜んでもらえるだろう、安心して喜んでもらえるだろうとか、何ができるだろうっていうことをものすごく話し合っていろんな意見を出し合って、でもそれがやっぱりいろんな意見をポンポンと投げ合える中っていうのは本当に昨日今日で作り上げられた関係ではない、もうずっと10年以上一緒に仕事をしてきているから、なんだろうね、言いたいことが言える関係であるし、それがすごくやっぱりいいチームだなと思います。今日も頑張りましょうお願いします。で、ちょっと一箇所照明見てほしいところがあるんですよ、富山さんに、はい、最後の曲かな、本編の照明の、高家さんの見せ場があるんで、そこぜひ引きでですね。配信のお客さんに目線カメラって結構
お客さんの方を見るんだけど、何回かやるうちの1回は配信の人たちに向けてやろうと思うんですよ。はい。でちょっとあの何回目かはちょっとわからない、はい、大丈夫です。はい。じゃあ MC の練習します。できれば撮らないです。やっぱり。あの MC で練習してたのかと思われた。おおおお。来た時のワクワク感がありましたか。あります。はい。サンドイッチカラフルにして、で下っ側にちょっと甘い野菜があるんです。でエビはこれ。音楽とともにブルーノートを支え続けてきた。食にスポットを当て、各公演ごとのテーマに沿ったテイクアウトのディナーボックスやワイン、カクテルがメニューに並びました。もう最高です。好きなものばっかりだ。これはすごい。みんなすごく一つ一つの部署が本気出してくるでしょ。キッチンの人たち、ね、シェフ、お客さんをサーブする人たち、みんながとにかく仕事があることが本当にありがたくて、いい仕事をしようっていう、で一緒に働いてる仲間同士でもこの人と一緒だからいい仕事をしたいっていう気持ちもすごくあるし、私もやっぱりそのステージに立ってるのって私だけだけれど、まあ、どんなステージも絶対に一人だけではできなくて、たくさんの人がそこを作り上げて、私をそこに上げてくれて、だから、うん、あ、この人たちのためにいい仕事したいなってすごく思う人たちです、うん、これを普通に右の内側に貼る。難しい。この間のやつの方が貼りやすかったの。あ、やっぱり配信はすごく今回のライブにとても大事なところで、ライブ会場にいるのと全く同じっていうのは無理かもしれないけど、まずできるだけのものを届ける、そしてさらに配信だからこそここが見れたなとか、それで靴のことも考えたんですよ。あの靴のここの内側、配信見てる人にしか見えないんですよ。会場にいたら絶対見えないものが配信の人だけに見えるシークレットメッセージで、本当にアイスの当たりぐらいの小さなことだけど、会場にいる人たちが楽しんでて、それを外から見てるっていうことではなくて、ちゃんと見てくださってるお客さんとして向き合えるように、私たちも初めてなので、いろいろ考えながら、うん、こうやってやっぱりずっと一緒に何日間か仕事をできるっていうのは、うん、すごく幸せなことですよね、うん、なんか一人だけど一人じゃないみたいな、うん、それがすごくこうショーが進むにつれて、なんかなんだろう、どんどんこうなんかスクラムがすごくなんかみんなで肩組んで向かってる感じがする、うん、CM の後は胸いっぱいの愛に包まれたステージをお届けいたします。
します。おはようございます。ね、挨拶テレビ仕様なんかちょっといつもより上品だったよ録音聞いた？乗ってた？やっぱりなってるんだ。16日間にわたって続いた32公演の長旅もついに終わりの日がやってきました。ひろみさんが愛してやまないこの長旅の乗組員の皆さんに少しお話を伺ってみました。いやもう一瞬過ぎてまだずっと聞いてたですね。いやもう16日あるのでも一日一日大事にしっかりやっていこうとずっと思ってましたね。まあ、ひろみさんもすごくいろいろ練りながらやっていただけたのでちょっと邪魔しないように頑張ろうと思ってました。いつもこう前出しの人ですから、まあ、こちらもその持てる力をもうその日その日使い切るぐらいの気持ちでないとこうやっぱりついていけないと思うんですね。ピアノに対してあとひろみさんの演奏に対してですねこうやっぱり真摯にこう向き合っていきたいなっていうそれの繰り返しを続けてるっていうような感じです。僕もこの商売もう40年以上やってますけれども、ここに来てやっぱりお仕事させていただくごとにこう新しい発見というかですねそういうのができるようになるっていうのがすごいやっぱりアーティストに引っ張られてるなっていうような感じですよね。決まったのは2ヶ月か3ヶ月前ぐらいかな。決まった時はやっぱりいろんな感情があって、まず本当にそんなことやっちゃうんだっていう驚きとですね、あとは上原さんへの感謝の気持ちですね。やはり感染者数が爆発的に増えていた時期でもあったので本当にできるのか、まあでも本当に一つ一つ丁寧にその感染症対策っていうのを行ってきた結果、まあこうやって無事に最終日を迎えることができて、本当に良かったなと思います。いやもう本当に毎日毎日本当にひろみさんご本人楽しそうで、もうそれを見てるだけでも僕ら裏方は本当に嬉しくて、はい、もっともっとこうステージを、良くしようというか支えようっていう気持ちになりますね。はい、よかった聞こえるのは私だけじゃなくて、ピアノって木だから日によって雑音が出るんですよ。今日最終回なんで、もう一本どうしようかな。両方そう、そのピンが合うかのテストをしたい。あ、ザ・ラスト・ライブ・ストリーミングにすると、ラスト・オブ・ジェダイとかかるっていう。ライズ・オブ・ライブ・ミュージック当てそうな人はいるけど、よもやの二段構え。乾かしますか。で最初いつもの感じで靴のこっち側かなって時にピャッシャッてやるんじゃないんだ。こうあいい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 いじゃあやってみます。決まってたライブも全て飛んだり飛んで、まあいよいよやることなくて困るなっていう感じで、配信とかまあちょっとここは乗っかっとこうと思って、うちの音響照明チームでちょっと勉強していこうかっていうことでカメラ握ったりいろいろちょっと配信ってどういうもんかねっていう感じでやってました、ね。
ぱ皆さんものすごいこうやる気にあふれてるというか、普段照明やられてる方とか音声やられてる方とかが一生懸命なんか学ぼうとしてるし、まあ、自分たちの食いぶちを作るっていう強い意志を感じてモチベーション高いし、一緒にいてすごく気持ちがいいっていうか、こっちもどんどんやる気になるっていうか、前話して面白いなと思ったのは、まあ、よく映像だとこうバラードとか弾くときにピントを外してぼかしたりするじゃないですか。そういうのだと何をやってるか見えないからやめてほしいって言われたことがあって、この映像を見てる子どもたちが真似できるような映像にしたいって最初お会いした頃に言ってて、すごい面白いなと思って、なんで僕はこういう言い方したらちょっと語弊があるかもしれないんですけど、まあ、アーティストを撮ってるんですけど、なんかアスリートを撮ってるような気持ちでここも10年以上ですねご一緒させていただいてるという感じですね。まあ、その時の言葉はやっぱ今でも覚えてますね。裏でご一緒させていただいてると、なんか一つすごいこうご自身が達成されたい目標みたいなところがあって、到達したい地点があって、でもそこに近づくためにすごい一生懸命全部考え抜いて悩んで、どうかな、やっぱりこんなんだと一人よがりかな、どう思うとか考えすぎかなとかで、最終的にやっぱりこういうふうにやろうと思うとかってそこに導き出すまで、すごい一個一個すごい長いプロセスを一つのことに対しても大切にされてたどり着いてる感じがします。ちょっと寂しいなみたいな感じになっちゃって、来月また来てくださいってお願いしてるところなんですよ。それ面白いですね。いや、なんかもう追加公演やりましょうよとか言って、今日はこうやって皆さんとお会いできること、本当に心から感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そして今日は同時にライブストリーミングも行われています。というわけで、配信をご覧の皆さん、こんばんは。初めての方も、4回目の方も元気ですか？Thank you so much for watching the live streaming, and thank you so much for saving live music. Welcome to Blue Note Tokyo.もう単純にライブがこれだけやれて嬉しい、もうそれに尽きるですね。しかも最高の仲間と一緒に仕事ができるっていうのは、これ以上最高の仕事はないなっていうのを感じるので、やっぱりみんな仕事があるっていうのはありがたいなっていうすごく感じていて、ライブができるっていうことに対して当たり前だと思ったことはないし、一本一本いつもすごく大事にしてきたけど、やっぱりできなくなるっていうことは考えたことがなかった。それは多分この仕事に従事している人たちはみんな同じで、仕事ができてお客さんが喜んでくれて、
もちろん完全な日常ではないけれども、それでももう十分嬉しいっていう気持ちがある。口だけにならず、よかったです、本当。体調管理がやっぱり、なんか、なんだろう、いつもすごいツアーずっと続くと、そういう日によっては、ちょっと今日体調悪いなとかいう日とかあったりするけど、今それやったらもう停止になっちゃう状況なんで、ちょっとでも気分が悪くなれないっていうのはちょっと今まで感じたことのないプレッシャーがありましたね。やっぱり微熱すら出せない。そう、毎日絶対にもう土平熱じゃないとダメだしいや、そこのプレッシャーすごくあって、もう毎日ここ入って検温するたびによし今日だから最終検温をいただきによしと思って、ああよかった、本当。多分ここで働いてる全員が感じてた10月だと思う。それをみんなで乗り切った感なのに、エンジンさえ組めないエアエンジン、エアエンジン確かにそうっすね。もう一人一人とかってもう長い長い後悔からようやく解放されたひろみさん、16日間32公演本当にお疲れ様でした。情熱と愛にあふれた素敵な演奏で、私たちも勇気と笑顔と生きる力を受け取ることができました。またいつの日かハグと乾杯させてくださいね。コロナが無事収束して開けたら、一番やりたいことっていうのは何ですか？ツアーツアーにまた出たいです。